僕はずっとねその特撮が大好きで、うん、あの仮面ライダーとかヒーローが好きでそのアメトークだったりとか出させてもらって、うん、僕やっと憧れの人の藤岡弘さんに会えたおレジェンドと言っててあるある晩餐会って今田耕司さんが MC のやつで仮面ライダーあるあるっていうの で、はいね、で来賓の方で僕とか塚地さん来賓なんだめっちゃすごいじゃんであの仮面ライダー側が藤岡弘さんだったっけその昭和ライダーのレジェンドだったり平成ライダーの男の子が集まって、まあ、裏側言ってしまうと僕らはどちらかというとトークというよりかはこのマニアのエピソードを話したりとか、うん、サポートだとかあの呼び水的な役割みたいな感じで、うん、収録前にまあ言われたことが、まあ、僕はもともとスーツアクターってヒーローの中に入る仕事やってたからそういうところにすごく詳しいんですよその裏側とかしてるけどこの番組ってそれはなしでって言われたんですよなんでかって言ってやっぱ子供も見てるので変身前と変身後の人は一緒なのでそのスーツアクターっていう考えはなしにしましょう、うん、だからそういう話は封印でお願いします藤岡弘が変身したら仲間藤岡弘だよってことだよねそういいねでそういう感じだったから結構守って喋ってたんですよ、うん、で番組の最後にちょうど今もう始まってるんですよ、うん、仮面ライダービルドっていう、うん、この間2話始まってあの平成ライダーの18作品目の新ライダーが実はスタジオに来てるんですっつって、うん、僕も見たことないテンション上がってでみんな塚地さんとこううわーっつってその仮面ライダービルドが来てうわ本物だすげーなーっつってで藤岡さんとかもこうやって見ててで今田さんがこれ放送だとねカットされちゃってるんだけどその今田さんがなんか最後に聞きたいことあるって言って僕真っ先に手を挙げて藤岡さんにちょっと聞きたいことあるんですけどっつって今まさに仮面ライダーの第1号とこれから始まる未来の仮面ライダーが出くわしたじゃないですかめっちゃいい質問ですねどう思います見てって言ったらもういいパス出したもう最高だ藤岡さんが、うん、これどっから見てるのつっていや言っちゃったあんだけ中の人とかダメって言ったじゃないか散々守ってきた最後の最後にこれどっから見てるの私がねあのライダーの頃はね全然これ曇ってね見えなかったんだよねつって全部ぶち壊してたすごくないですかすごいもうあの人はもうマイペースずっと揺るがないだからやっぱレジェンドなんだよね